わんぱく盛りの小学生の男の子が料理にチャレンジいけめし皆さんこんにちは今日はウルムくんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は子供の好きなスパゲッティを作っていきましょうパスタを事前に茹でないで作れちゃうホットプレートで作れるスパゲッティナポリタン 材料です。パスタ200グラム、ピーマン1個、トマト缶2缶などご覧の材料をご用意ください。はい、今日の材料です。まず玉ねぎ、ウインナー、ピーマンはこのようにスライスして,おいてください。はい、続いてじゃあスープを作っていきましょう。まずじゃあこれトマトホールね。その中にお水を入れます。その後コンソメ。 これ,ですねこれですねこれを入れますそして少し甘みを足していきます砂糖ですねそしてお好みでちょっと塩を入れますはいじゃあうまくゆっくりかけましてスープができたら高温で玉ねぎを炒めていこう 玉ねぎがしんなりしてきたらそこにウインナーマッシュルームも加えて少し炒めていこういはい玉ねぎねソーセージマッシュルーム入れたら次はパスタをまず広げて入れますこんな感感じじで野菜の上にのせるような感じね、はい、そしたらばウルム君が作ってくれたスープこの時も火は強火でます お願いします。つぶというか高温ですね。で、基本的に少しここにくっつかないようにね広げてあげる。ここで一回蓋を閉めます。ここで今日のイケメンポイント。はい、今パスタこちら茹でてますけれども、あのパックに表記している時間がありますよね。それよりかも一分から二分、もしくは三分ぐらいまでちょっと 多く入でていただくと、柔らかくなって美味しくなります。では、ちょっと様子見てみるか。はい。はい。おーお<ー>、いい感じ。すごい。いい感じになっい。いい感じだとね。そしたらば、ここで最後の野菜。ピーマンを入れましょう。ばばって。<ー>ね。ピーマンを最初に入れちゃうと、この綺麗なグリーンが色が抜けちゃうから。 あと、ね、で入れてここでもう一回ちょっと蓋を軽くしてでこう火をほ温にしてください<う>、はい、ピーマンに火が通ったら最後にたっぷりとチーズをのせて出来上がり美味しそうホットプレートで簡単にスパゲッティナポリタンができましたウルムくん 熱々のスパゲッティをパクリ。トマトソースとチーズの味が美味しいです。はい、今日は簡単にパパッとできるパスタで、ね、作りましたね。今日は野菜中心だったけども、ここにちょっと豪華にするんだったらば。エビとかホタテとか入れてシーフード系も美味しいと思います。エビも美味しそうですね。皆さんもぜひ作ってみてください。